小人つかんのを見て、小人つかんのバスボールが、竹の小人いるんだぜ。めっちゃ可愛いな。しかしね、隠れ桃ジュリー、宝子がね、そしてなんとね、ここ、真ん中、やばくね、春ごろもいんの。俺、春ごろものフィギュア初ゲット。今までいろんな小人ゲットしてるけど、春ごろものね、フィギュアこれ出たら、初ゲットなんだよね。いやー、ただ全部で5種類あって、シークレットとかないんだよね。でも、竹の小人も大好きなんだわ。欲しいなー。あと、池の水草とかな。いたら最後、セミグルメとかさ、カブト装いとかさ。いや、でも、池の水草、ナンバー、いや、でも、守り小森もいいよなー。と、いろんな好きな小人がいるんだけれども、春ごろものフィギュアちょっと初だから、今日は春ごろもの狙おうかな。ただ、穴開いて、なんか穴開いてるの聞いたけど、森の香りということね。うわ、癒し緑場でと一緒にこの森の香りでお風呂に入るのいいよね。まあこれ、このまま後でお風呂にぶち込むから、まあ森の香りの男になれるわけですよ。よし、それでは、今回はね、小人図鑑のバスボールということで、山や森林の小人っていうね。いや、池の小人だったら池の水草。いや、池の水草欲しいね。マジ池の水草。で、一緒で、ね、春の小人をゲットしたい今日はね。はぁ、楽しみだな。次回、あれでしょ、第2弾とかね、来るじゃねえか。池の水草。池の水草はまじ触ってほしいんだけど。おー、ちょっと匂い嗅いでいい？あ、めっちゃ、わ、懐かしい匂いする、すごい。なんか子供の頃の匂いがする。すごい懐かしい匂い。あー、なんかすごい懐かしい匂いする。子供の頃の、幼稚園の頃の記憶が蘇るね。こんにゃくの記憶が、で、食べられます。で、なんか、これ振るとね、カラ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 いって、あ、そっか、カプセルに入ってるタイプだ、これ。直入りじゃなくてカプセルに入ってるやつだね。これ中でコロコロいってるから。ではでは早速。わ、なんか、でもちっちゃいね。うん、なんか、普通のバスボールがちょっとちっちゃい感じがする。ダブリーデルってダブリーデル、助かってた、助かってた、ダブリー。お、香りがすごい。めっちゃ懐かしい匂いがするよ。おー、出るかなー、春ごろ。春ごろも欲しい。すげえ、でも竹の小人もね、俺ね。好きなんだよなぁ。癒し緑バネかぁ。でも森の香りと合うよね。宝子がねも欲しいしなぁ。宝子がね、トーチンが好きなんだよ。トーチンが、この、巻きクソみたいなトーチンがね、すごい好きなんだよ。宝子がねのトーチン。ただ、春頃もやっぱ、持ってないから、春頃もゲットしたいな。ハスフィギュアなんだよね、春頃も。さて、あ、なんか溶けるの遅いな、これ。すごいじっくり溶けるタイプか。多分カプセルで出てくると思う。カラ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 言ってたから、カプセルに入って、あ、もう見えるんじゃない？あ、何出るかな？すごい楽しみ。やべえ、めっちゃ楽しみだ。すごいいい匂いだな。早くこれ入りてえな、この。めちゃめちゃ楽しみだな。このイラストもいいよね。パッケージもちょっとコレクションだよ、パッケージもね。だから、ハサミで綺麗に開けたんでね。取っとこうと思って。まあ、次からはまあ捨てるけど、一つだけね、取っておいて、ちょっと、あ、手前に来ちゃったな。そう、手前に来ちゃったぞ。見えねえ。ちょ、手前に来てしまった。おいおい。せっかくの誕生の瞬間なんだから、誕生の瞬間なんだからちゃんと見せてくれよ。おっと、カプセル。なんかブツブツが気持ち悪いな。ブツブツが気持ち悪いよ。ゾッとするわ。ブツブツ。チョコレートのなんか、お菓子のね、チョコのあれみたいな。ワルデルって。あー、隠れ桃尻だわ。隠れ桃尻。やっぱカプセルに入っとったら、くそー。でもね、隠れ桃、やっぱ、小人図鑑といえば、やっぱ隠れ桃尻ですよ。もう誰もが知ってる隠れ桃尻じゃん、これ。もう、あんまり知らない人でも小人図鑑、もうこの子見たことあるでしょ、これ隠れ桃尻は。絶対に、もう一番有名な小人じゃねえか。隠れ桃尻。かわいい。生まれた。隠れ桃尻。桃から生まれた桃太郎みたいな感じで。わー、かわいいねー。これが隠れ桃尻ですよ。昔あの捕獲キットとかあったよね。捕獲セットとか。いやー、懐かしいなー。10年以上前だよね、もうね。12年ぐらい前じゃねえかな。あの動画撮ったやつ。めっちゃ熱いね、隠れ桃尻の。あれからもう12年ぐらい経つんだもんね。それでも今もまだ現役ですよ、隠れ桃尻は。いやー、嬉しいねー。すごい可愛い。ということで今回はね。いや、すごい、フィギュアもしっかりしてるね。これ絶対コンプしたいわ。小人図鑑バスボールフィギュアシリーズで。コレクションしたいね。今回は隠れ桃尻ちゃんゲット降臨伝ということで、次回こそは春頃もね、
いやちょっと新ゲットだ、あ、もう初